ちゃん。こんにちは、杉田さん。はい、まあ、毎年毎年 FA、はい、そうだな、はい、どういう選手かっていう、まあ、それはしょうがないな、はい、気になるところですけれども、はい、今オフもちろん FA する選手各チーム、まあ、多いんですけれども、はい、阪神結構目玉選手が FA に今シーズンオフになるんですよね。大山選手、坂本選手、はい、そして原口選手、糸原選手のこの4選手で、はい、先日球団幹部は引き止めたいというのが自然な流れですというふうなコメントを発表してるんですけれども、そうだね、いらないですとは言えな い, そういう口が裂けても言えない。そうですよね。でも今挙げた4選手はやっぱ必ず必要な選手だな、はい、阪神に。そうなんですよ。そう、大山なんか4番でしょ。で、4番で日本一取った選手だからね、はい、うん、これはどこよりもなんか評価してあげたいと思うよ。ただ大山選手は去年オフ単年契約自ら申し出てるんです。まあまあそうだね、はい、これはやっぱ岡田監督がどういうふうな扱いになったかというか、うん、またその今年だよね、はい、どういう成績を収めるかどうか、うん、まあそれにかけたんだと思うけどな。もしやっぱきっちり FA を取って、はい、まあ、残るんだったら残りたいという、うん、まあそれじゃないの。あとは他球団のもちろん評価も聞いてみたいっていう気持ちも含めての単年だったんですかね。そうかな。俺はやっぱ阪神に愛情あると思うよ、うん、やっぱあそこで4番張って、はい、日本一になって、うん、で貢献度も高くて、うん、そりゃ阪神は止めるよ絶対に。まあ、絶対止めますね、うん、もちろん、うん、で大山も多分その気持ちには応えてくれると思うよ。ですよね。でも複数年にしなかったっていうのはやっぱ FA 取る前に甘えが出るのが嫌だったんじゃないの、自分への。そうそうそう、一応けじめとして FA まではしっかりね、はい、単年でやりたいっていう思いはあったのかもわからないし、だからそれはそれでいいのかなっていうふうには思うけどね。じゃあほぼ俺はなんか、うん、大山って阪神が似合ってると思うけどな。うん、人がいいからな本当にいい子だもんな。そうなんですね。性格いいよ本当に。いやでもああいう選手がやっぱりその4番で中心でいてくれるっていうのは、はい、すごくなんかぶれないような気がするな阪神の選手たちが。うん、でもうましては今はもうリーダー格だからね。そうですよね。じゃあ坂本選手清志郎、はい、まあ、去年あの梅野選手が怪我で離脱してそこから本当に支えになってというか、まあ、そうだな、はい、評価されて、まあ、その力もねしっかり発揮したし、はい、でやっぱこう優勝したっていうのは、まあ、梅ちゃんもいるけども坂本の貢献度っていうのはもうピカイチだったと思うしね、はい、これもやっぱ出せないよこの頭脳は。いや無理でしょうねそれは出すのは。いやだから阪神にとってみたらいくらかかるかわからないっていうぐらいやっぱ覚悟はしといてほしいよな。まあそうですね、まあ、本人が行きたいっていうんだったら他行きたい、うん、もう正捕手として一人でやりたいみたいな、うんうんだったら分からないではないけど、はい、でも今の状況で俺はなんかすごくいいと思うけどね。そうですよね。よく書いたら切れないしな。まあ確かにそうですよね。ただまあやっぱりどの選手も別に阪神のに限ったことではなく他球団の評価を聞きたいっていうのはやっぱり気になるところですね。自分の価値ってどのぐらいなんだろうっていう。まあ評価は俺がする何も特にないけれども大山大好きだし坂本大好きだからもう最大の評価を与える。ただ他球団は欲しいですよ。いや欲しいよ。うん、だから俺より評価高いかもわかんないけど俺金ないから出せないけどいやだけどいやもう本当にあの評価高いと思う。でも彼らはやっぱ阪神のスターだよ。そうです。スターであってほしいなと思う俺はね。ただねこれまでの歴史の中他球団のやっぱりその4番と言われてる選手たちが FA でやっぱり出ていってっていうことももちろんあるので心配は心配ですよね最後までファンは。まあそれは心配はするさ、うんうん、そのぐらいの心配してくれないとさ、うん、ヤジだけで困るからそうですよね。そうですよね。いやだけど彼らのやっぱこう日本一の貢献度っていうのは、うん、やっぱ阪神側もやっぱその査定の中にはしっかりあるし記憶の中にもね、はい、ちゃんと残ってるはずだから、うん、それは彼らが最大の評価はすると思うよ、はい、そうですよね、うん、あとまあ代打の切り札といっても過言ではない糸原選手それから原口選手。いや俺糸原が立派だなと思うのはやっぱああいう境遇になって腐るかなと思ったけど、はい、全然腐らずさ、うん俺の動画を見てくれて泣いてるって言うんだよそれそうなんですか最後のノックで。ああそうだそうだそうだ
まあ、ああいう感動も好きなんですよみたいな。だからまあそういう熱い男はキャプテンをやった時もあるような男だから、やっぱこうなんていうのかな、やっぱチームにとって必要だよ。絶対必要ですね。でやっぱあの卓越したバッティングね、はい、これも代打に行っても結果ちゃんとしっかり出してくれるしさ、腐らずね。だからああいう献身的なその態度でやっぱこう野球に接してくれてる、チームに貢献してくれてるっていうのはやっぱこれも評価値するよね。どうでしょう、本人的にはやっぱり代打ではなくてレギュラーで出れるところがあれば可能性は、まあそれはね、やっぱそれは本人の気持ち、うん、でも阪神が好きで、うん、いや代打でもたまにスタメンでも自分の位置が居場所があるんだったらここでいいって思えばね、うん、はい、残ってもいいし。豊さんが糸原選手的な立場であればどっち取りますか、豊さんだったら。やっぱ阪神のスターってさ、うん、勝ち取ることができないよ、なかなか、うん、やっぱ阪神ってすごく魅力のある球団だし、うん、ファンって熱いし、辞めた後もなんかこう応援してくれてるような、はい、そういう温かみがあるね、うん、ファンを持ってるそういうチームで、やっぱ糸原名前作ったよね、自分の居場所もそうだし、はい、まあ、そうなってくると、あの残ってくれるんじゃないかなっていうような気はするけどね。あと、ここで俺が泣いたら糸原残っちゃうかも。そうすごいよ、感動してる、感動してる。いや、伊藤 さんがここまで言うんだったら残りましょうかねみたいな。阪神球団が豊さんを同席させますね。そうしたら、そう、一波涙いくらいくらみたいなこっちの交渉が始まりますよね。でも伊藤原はなんかすごく阪神に合ってるし、なんか選手となんかすごくうまくいってるような、はい、そんな感じも受けるんだよね、うん、でだから若手にもなんかすごくいい見本にはなるし、はい、まあ、バッティングとかね、うん、だから、まあ、残るんじゃないかなっていうような気はするけどね、うん、そして原口選手です、はいはい、そうだな、まあ、今年は結果次第だな、今年の結果次第。ただ あれ提供でしょ。そうなんですね、うん、それで、まあ、関東のチームで欲しいっていうことになれば、うん、もう最後、うん、まあ、こっちの方でやりたいかなっていうような気もするんだよね、まあ、例えばヤクルトだったりとか、ね、はい、ただなんて言うんだろうな、あとあとの仕事のこととか考えたら大事ですよ、セカンドキャリア大事だよな、めちゃくちゃ大事。お前笑ったけど、いや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 大事なんだよ、うん、だそうやったらもう阪神で終わるのが一番いい。そうですよね、解説だったりコーチだったりっていう、その道ありますもん ね、 だからもうお金があって、いや別にセカンドキャリアなんて、うん、まあ、考えてませんって言うんだったら、うん、まあ一か八かじゃないけども、うん、まあ、関東の方でね、はい、もう一花っていうふうには考えるかもわからないけど、うん、まあ、だんだん原口も居場所がなくなってきてることは確かなんだよね、はい、うん、だけど、まあ、阪神側がどうするかっていうことだよね、うん、そうですよね、うん、まあ、あの自身の、ね、権利なのでどういうふうに使ってもいいし、あいつね関西人にはなりきれてない多分。ええ、どうして、喋った時には標準語、やっぱ標準語なんだよ、はい、だから阪神のユニフォーム着て標準語って少し違和感あるんだけどまあまあでもなんか阪神には俺恩義はあると思うよ、うん、彼はそうです、まあ、ちょっと病気をしてね、はい、まあ、その中でもなんかこう再生して這い上がってくるのを待ってくれたというね、うん、それでやっぱりその時に打った一打っていうのは、まあ、俺も忘れないけど、うん、まあ、それはなんか阪神ファンのみならず、うん、なんかこう球団の人たちもね、うん、脳裏にあるのかな。で一番感謝してるのは俺は原口だと思うんだよ、うん、だからそういう意味からすると原口の性格考えると、いや何を言われても阪神に残りますっていうのが、うん、なんか原口の性格かなっていうような感じはするけどね。あいつも人がいいからね、本当に。でもこの動画見たら4選手手挙げられづらくなっちゃった。いやだけどあのね、阪神ファンってさ、はい、熱いじゃない。熱いです。あれとかやるじゃない。はい、ね、もうなんかやからみたいな、まあそんな感じもするんだよ。はい、でもね中に入ってる阪神の選手って本当にね、うん、人がいい選手が多い。優しくて温和ですよね。本当に優しい人が多い。うんうんうん、その代わり戦うとガラッと変わるけどもさ、はい、だから本当に人の良さを感じる球団なんだよ。球団というか選手たちなんだよね。うんうんうん、だから残るかなと思うよね。あのなかなか阪神
人から FA で出ていったっていう選手そんなにいない。いやそれはまあやっぱ待遇がやっぱ他の球団と比べると、うん、多分阪神はいいと思うよ。あの最近だと過去2年では梅野選手、岩崎投手、岩貞投手、西勇輝投手も全てあの残留とか残っているので、まあ例えばよ、うん、同じセリーグに出るパリーグだったらまだしも、うん、セリーグに出たらあの阪神ファンを敵にすると思ったら恐ろしい、恐ろしいと思うよ。絶対ヤジが通ってくる、ヤジとかも受けてもいいって言うけど、うん、それは相当な阪神ファンってパワー持ってるよ。持ってますね、うん、それをやっぱ敵にしてまでっていう風に考えるかどうかって言ったらやっぱ考えづらいよな。そうですね、やっぱいつまでも味方でいてほしいよな、うん、確かに。で味方でいるとなんかすごくできないときはやじられるかもわからないけども、できたときはなんかすごく称賛してくれるというね、はい、でなんか悩んでるときは後押ししてくれるしさ、うん、だからそういうなんかこう家族みたいなあったかさもあるしね、はい、俺は残ると思うよ全員。あこのじゃあ4選手もおそらく残るだろうと、うん、大山なんか阪神のユニフォーム以外俺は似合わないよ気がするんだよ。もうどんどん固めに入りましたね。豊さんいや坂本この頭脳は絶対他の球団に渡しちゃいけないということ、うん、糸原なんかやっぱ感激屋だしね、うん、ああいう熱い男はやっぱベンチにいてほしいし、うん、原口は人の良さなんか本当に兄貴みたいな、うん、そんな存在でいつまでもいてほしいなって思う選手だから、うん、なしなしなし。まあのここ最近だと宣言残留、残留宣言あの流行ってますし、もちろん残るという規定路線のある中で他球団のもちろん自分の評価っていうのも聞いてみたりっていうのもありでしょうし、その上で残るっていうのもありでしょうし、うん、聞くまでもないよ。他の球団で聞いたっていいことしか言わないんだ。まあまあそうです、ね、まあ絶対そうだって、うん、でもねやっぱりいてよかったなと思うのは俺は阪神だと思う、うん、セカンドキャリアも考えたまあそうですね、ブランド、まあ、阪神ブランドっていうのはもちろんありますし、いやこのブランドはやっぱまあ今や球界一じゃない、うん、いやそうだと思います、うんうん、だからそれを捨ててまでっていうのは、うん、なかなか勇気はいるよね。確かにそうですね。まあね、コンオフあのシーズン終わりに近づいてくると絶対にこの FA の話題っていうのは、はい、出てくるので、まあ、だけどもう本当に阪神の球団も最大評価して、うん、もちろん、うん、提示してくれると思う。そうですよね、うん、それもあの、ね、岡田監督がもちろんそのなんて言うんでしょう、助言というか、もうそれを感じなかったら俺を呼んでくれって、うん、俺をこうマネージャーとして連れて行ってくれって黒木を出すの、いやいや本当にいやお願いしますよ、もうちょっとげてくださいよお願いしますよってもうあの土下座してあの頼みたいぐらいの4選手だね。そうですよね、はい、来たね阪神ファンの方も残ってくれるだろう。そしてねあの決まるまではやっぱりどぎまぎ、まあそうだね、あるとは思うんですけれども、はい、まあ権利は権利なのでちょっとねコンオフの動向ももちろんシーズンがまだ始まって間もないんですけれども、まあでもそういうこともねもう先行してやっぱ球団も考えなきゃいけないし、うん、我々もなんかこう注目しておきたいよね。そうですね、はい。